What's good, YouTube? We're back again for another Melty Blood Type Blue Mana game stream. And right now, we're about to go through the story mode with the character Nico Arc. So, without further ado, let's get this game started. イルミネーションを咲くイカズチとともに、猫、ついに降臨。目をそらすな、現実だ。ここが新しい月姫の舞台、ソーヤですか？ご機嫌うるわしゅう、健全なダイアグラムの皆様。こんにちは。あなたの気の置けないパートナー、エリートキャット、猫、助手のマシュキリエライトです。ここが2010年代の日本の首都、ふつつかなデミスアバートですが、よろしくお願いします。おやおや、この程度の街並みに興奮するとは、私のパートナーとしちゃまだまだ見習いですね。マシ君はあれかな、北極とか密林、そういう秘境育ちかな。いえ、そういうわけではないのですが、レイシフトではないことが新鮮で。でも猫歩きさん、ここが本当にキャッツさんたちを脅かす悪の都市なのですか？そうだよ、この世すべての悪と言っても過言では似合い。10年も放置しやがって、高級はいったっての。この恨み、7代たたっても収まらねえ。はい、そういうわけで、我々選ばれた戦士がこうして MB 界を侵略しに来たのですね。それも強力な新キャラを引っ提げて、もうコンパチキャラには飽き飽きだ。メカのメイド君とか、岩に吸ってる私とか、あいつらそもそも裏切る気満々だったんだ。マシ君はいい、瞳が金魚すくいの水くらいに綺麗だぜ。ありがとうございます。猫アルクさんのお役に立てれば幸いです。にゃにゃにゃ、見ろよこの純粋さ、この可憐さ。おそらく一部クリア後のマシ君かな。んじゃ、遠慮なく制圧といきますか。マシ君、一丁ビルを何払ってやんなさい。それくらいできるんでしょ。そっちはほら、いつも世界とか作ってるって話だし。はい、マシキリエライト、頑張ります。この盾は人類の礎、人類史を乱す悪であれば確実に優先的に粉砕します。ギャッギャッ。なぜ猫アルクさんにラウンドシールドが。初めての戦いで緊張してたのかな。ところで、私がいるときはその盾は投げないでね。まあいいや、ビルは私のビームで投げ払おっと。マシ君はタンク役として私の守りを。猫反応が検出されました。猫反応が検出されました。区民の皆さんは所定の場所に得意な武器を持ってやる気全開で出動してください。この町では猫と名の付く生命体は厳しく管理禁止されています。生け捕りは1ランクアップ相当の、抹殺は2ランクアップ相当の懸賞金が与えられます。繰り返します。たった今猫反応が検出され。うわー、新鮮な猫キャラ、群衆が武装して襲いかかってくるだと。リメイクして物騒になったとは聞いてたけど、ここまでインドがフランス革命とは。おのれシール。猫、地獄にまっしぐら。へえ、懺悔タイムいっちゃう。オープンユアマジックサーキット、ファイト。危ないっす。ニューベイトル、逃げる。タマ、電子マン、ゲット。デスルミナス、ダーショー、パウダー入れる。ウェイク、ニャ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 
不協会。侵略の旗印を掲げた猫アルク。だが町ではすでに猫禁止法が敷かれていた。悪法の元締め宗谷のアルカポネ等のグループを倒すため、猫は夜の町に飛び込むのであった。人類猫権限。ちょっとワクワクしてきたかも。オープンユアマジックサーキットファイト。おーえもういい。オッケー、キャット。よっ。ニャニグ。もういい。ミル。ウェカ。ミル。ダッシュ。こんな。オラオラオラ。やった。ヒート。オラオラオラ。やっとキャット。ウソ。デスルミナ。ヒート。うん。ミル。オッケー。こんばんは。ウェルカム。当たるもまだ。当たらぬもまだ。やっふ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 っシャイニングキャッツ。やっと回路が変わってきた。ファイト。オーエオーカウンター。やっボアッオーエオーイッツ。おやすみ。ボアッイーター。アンタッチャブル。うわー、追いつく。やる。オラオラオラ。言っとく。ハイラス。こんな。ブチタマ。よし、かぎる。ウソウソ。デスルルミナ。そこ。はい。はい。ダッシュ。ダブ。キレポン。スマッシュ。驚いた。驚いた。シャシャシャ。やる。投げ張る。シャシャシャ。インフレーション。ヒート。うまくかわせる。うそ。うそ。たま。ジャクッとキャッター。うそ。デスル。運命の光。やって。うそ。逆転しよっか。オーエッオーエッ。キレポン。はい。無我も。はい。もらった。ダウンター。ヒーター。そこがないにゃ。オーエッオーエッ。ビルフいったにゃ。まるでる猫の子も。どうでしょう。
昼飯はニャカオじゃにゃいのか。うちよりも早く、ミケよりも強い、煮干しより安く、イワシよりうまい。見てから余裕でシールドカウンターと来た。これが最新のゲームシステム。安易なビームは通さないということか。いや、それにしてもヤバいでしょこの街。猫と見るや勝ち星拾いに来やがって、おちおちコンビニで買い物もできねえ。ただいま帰りました、猫アルクさん。はい、猫缶とおでんと野菜ジュースです。おっと、ダンケシュー、マドモアゼ、夢に見たコンビニエンスストアはどうでしたかな。地方だとないんでしょ、ああいうの。はい、とても刺激的でした。洗練されたたくさんの商品と温かな店内。カルデアに帰れたらすぐに購買部の設置を進言したいと思います。うちの王国にも似合いから、その気持ちすごくわかる。とはいえ猫は気まぐれだからにゃ、値段の概念とか高度すぎんだよにゃ。まあいいや、猫缶開きよっと。マシ君、缶切りある？ない、仕方ない、丸ごと行ってみっか。平和な公園にゃもの、アモの許可も求められません。そうですね。ほうほう、頭上から無言で飛び道具コマンドかける3と、物騒なスパチャありがとう。だが今日は私の誕生日でもなければピックアップの日でもねえ。姿を現せシエル、街灯の上にいるのは分かってるんだ。私の名前を知っている？ただの猫ではないようですね。それに傍らにいる少女、明らかに異なる世界の存在です。答えなさい、どうやってこの世界に現れたのです？明確な目的があるのですか？どうやってって、それが分かれば集まったらおしまいよ。あたしがちょっかいかけられるのは宮古くんだけなんだけどな。こたつで寝落ちしてふっと目を覚ましたら、そこの甲冑ガールが不安そうにうつむいてたわけ。途方に暮れていた私を猫アルクさんが励ましてくれたのです。ねえ、いい子しょ。何のリルックスなの、マイティアンドブレイブ。どこかの誰かさんの完全武装とか言うの、とは基本コンセプトからして違うんだよね。重火器にギロチン刃とか、ヒロインとしてあるまじき殺意にゃんだよね。愉快犯のようです。では望み通り冷徹に処断します。とバカめ、挑発に乗ったな。地面に降りてきたシエル謎をソルルに足らず、私の爪であのセクシーな方位をずっかずたにしてやる。さあ覚悟なさい、不良品魔獣。この町にあなたの居場所はありません。オープンにはマジックショファイト、カウンター、オラオラオラ、ヤクッとキャーッと。昨日だよ小林、アタッチャブリューコン、ニャイツミ、オニャニャ、カウンター、オラオラオラ、ヤクッとキャーッと。ユリショワジヘッチャデスパブシクが見えねえ。カウンター、ウェイヤー、インフレーション、猫ヒヤコ始まるよ。ダッシュ
ここ数分の記憶が似合う。何があったか教えてくれる？え？コンビニのお弁当に夢中だった？そっか。気をつけな。飛び出すぜ。おや、早死にをご消耗かい？オープンユアマジックサーキュル。開けれないにゃ。ファイト。にゃっ！セーフ！俺のバンク！サウザー、見て！タマ！やりました。やってくれるなんかして楽しいね。サウザー、この到来、贖いの血をもって汝をセールする。歌うがいい。世はまさにこの日。お互い温まってきたか。ユー・ルース、ターンはマジックサーファイト。おいおい、降参か。はい、おらおらおら、よし、引っ掛けろ。こう、こうです。運命の光、まだな、暴力賛成、許すマジ。あらよ、カウカ、オラオラオラ、やってくれ。あらよ、カウカ、俺の、にゃ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 、やってキャッチ、にゃ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 。あらよ、なんかした、おはようだ、おはよう。あー、マジックサーキット。ファイト。もらった。楽しいね。まだまだ。カウンター。行けて。打ち。タマ。やっ。おい。俺の。じゃあ。おい。はい。もらった。やめて。むくり。うん。やだ。どうだよ。むくり。遅い。やっ。やにゃ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 。まだまだ。今行く。メイドインマーズ。勝利、ご苦労様だったな。昼飯はニャカオじゃにゃんのか。猫、地獄にまっしぐら。キャットフードはウェルダンでお願いします。
気をつけな、飛び出すぜ。挑戦に応じよう。オープンユアマジックサーキット。マイ、見た、昨日だよ、覚えた。ウェイク、いけ、ウェイク、タマ、挽回します。ニャニャ、パウダー、いけ、パウダー、タマ、ジャッドリー、エクストリーム、タマ、我がタイロを断つ、タマ、これなら、これなら、これなら、早く、ゆる、ハッ、デカッ、パード、なんかした、この手、タマ、いきます、スリー、早く、いけ、重い、やり返しました。この奇跡、 SSR。 タイムはマジここからです。ファイト。戦いにも作法というものが重い。仕掛ける。この程度、今行く。やっ、攻撃よし。やりた。はった。仕掛けた。こっち決着をつけましょう。アンタッチャブル。戦いにも作法。どうぞ全力。バーニーはマジスカッフ。バイト。ヘイト。スカッフ。まだです。マイミタ。勝負。すごい。何の決着をつけましょう。どうする。パズ。ニャニャニャ。パズ。パズ。パズ。強い、強い、強い、SOS 信号キャッチ。いざ宇宙へ。大爆発！ラストアークフィニッシュ。にゃにゃにゃ、体は猫でできている。おいおい、サインは断って。あ、違う、バトル。そっか。ではでは。はい、オープンユアマジックサーキット、ファイト。はいはい、起きてますか？にゃにゃ。はっ。昨日だよ、小林くん。ですよ。この格好までです。お待ちください。エビのユン。あなたは失礼。おやすみ。はっ。残念でした。サウザーが困ります。お待ちください。ただにお待ちください。ですよ。再開です。ただいま一緒に行きます。姉さん、行きますよ、行きますよ。よろしく。
シャイニングキャッツ。タイムはマジックサーキット。ファイト。交代だ。行きますよ。逃がしてお代わりです。バリア。バリア。エイク。ウィック。バリア。やられますよ。おやすみ。ベイタル。ウィック。オンタッチ。クリの方の。体は猫でできている。軍内、さよなら未練。夢の世界でデトックスだぜ。今更だが自己紹介をしよう。私の名は猫歩く。学名はまだない。ハッピーエンドを求めた人々の見る幻影とも、真祖の姫のもう一つの側面とも、たまたま描かれた落書きが波動関数を体現してたんで生まれた生命とも、さまざまな説がささやかれる神出鬼没のゴッドキャット。正直自分でもわかんねえ。ご自分でもお分かりになられないのですか。くれか作れないのは不便のような良かったような。古い運転免許ならある。まあ自分が何者であるかという謎は知性体全てに共通する課題ですからね。深く考えても仕方がない。私誕生から消滅するまでそう固く決心しております。お強いのですね、猫歩くさんは。純粋な尊敬ありがとう。マシ君のセリフには天然の旨味があるにゃ。でもきつい現実を温かく言うのは良くないよ。焚き火というより焼きごてだからね。すみません、そうですよね。最低ではなくゼロ値と言うべきでした。猫歩くさんは20年近く大会出場経験がないのに頑張っているのですから。もうよせ、ボスの前に死にそうだ。この残酷な世界に飲み込まれる。まったく迷惑極まりない。これだから西洋の吸血鬼もどきは。猫を猫とも思わぬ、兄を兄とも扱わぬ冷酷無比なクールボイスは。味方に刺されて生き倒れるのは自業自得ですが、できれば路地裏の隅でやってほしいものです。館の持ち主の身にもなってください。誰だって朝起きた時にネズミの死骸が転がっていたら嫌でしょ。出たなお嬢。 R になっても基本何も変わらなかった。どこがとは言わない。猫にも敵に向ける哀れはあるのである。完成された肉体を持つシスターよ。ボス度全開の登場セリフありました。それはそれとして、ロビーが散らかっていても掃除するのは死因ですよね。お嬢は別に何もしませんよね。そんなだからメガネが使用人の仕事を手伝ったりして、気がつくと好感度に差がついてたりするんだぞ。冬かいすぎて踏みつぶしてしまいそう。気軽に越境する侵略者、空気を読まない自称お姫様にはうんざりです。この町の秩序を操る者として、よそ者には罰を下します。身の程をわきまえる時よ。見通しの分際でこの私に勝てると思って。いやー、彼氏起きたか。安易な猫化はどうかと思うよ。何のことです。あなたの言った通り、パーフェクトの私ですが。なるほど、
究極の魅力を求めた時、このボディに行き着くのは食後にあんみつを頼むくらい明らか。我がことながら全てが猫になるってホラーだよな。まあいいや、猫決定戦としゃれ込むぜ。勝負だ、同性能のお嬢。オープニングはマジックスタート。ファイト。レスリング。許せ。レスリング。同じ火力、同じコマンド、本来なら同士打ちしかない悲しいライバル。あ、ならなんで勝ったのかって、そりゃ同キャラ対戦に慣れてんだよ。地球を揺るがす接戦の末、お嬢は倒した。私史上三本指に入る悪夢のようなバトルだった。にゃんだけど、なんかこれ思っていたのと違う。あんな二頭身キャラを倒したところで MB 界の頂点と言えようか。いや言えまい。一体どうやってんだよ。本当のシエルは本当のお嬢。
あの、ここまで固まった状況でこんなことを言うのは心苦しいのですが、このレシートをご覧ください。何なの？大満足特盛煮干し3匹弁当、賞味期限平成33年12月31日までならいける。平成33年だと月姫の世界、いや MB 界ではなかったのか。ここもパラレルワールドだったのですね。得意点とは違うようですが。いや、だが間違いを重ねて人は成長する。だいたい座標は分かった。ここまで同じ芸風ならあと一つ隣が MB 界だろう。マシ君、魔力は溜まったかな？はい、猫歩きさんの戦いのおかげでフォーム充填 100% です。ゲート開きます。ゴー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 、うっしょー、この波乗り感たまらないぜ。私も新鮮な体験です。どちらかというとゼロセイルに近い気がします。マシ君、ワンミスで自分の弾みに落ちるスリルを毎回とかすげえなってるでよ。そんな地獄の戦場からさらなる戦力を手に入れるのも悪くな。所詮は捨て子、ボロ雑巾になるまでこき使ってやろうじゃないですか。もし、マドマゼ、サーバント、ほんだっけ、マシ君の他にも呼べるのかな。そうですね、猫アレクさんにも魔術回路はありますから、一気分の召喚なら可能ではないでしょうか。見えた、勝利へのプラン固まった。さらなる力を手に、真の MB 界に旅立つ猫アルクとその仲間たち。次回、メルティブラッドタイプルミナ激動編、ノーコントロールバーサーカー大召喚。あれ2サラブキャン。そう、マスター適正はなくてレージュもありませんが、猫アルクさんの勇気と幸運を信じて。お疲れ。二次会に猫喫茶決めてく？
Okay, there you have it, the story of Ningo Arc. So now that I've finished the game, the story mode with Mash and Ningo Arc, I believe I unlocked the story to, I guess, a different story to Mash B. And I also unlocked the Boss Rush 2. So there's also a story to that. I swear I beat this already. I don't know. I could have sworn I have a video of this out already. But anyways. So when we come back, we'll finish up with the story of Mash B. We'll check out the Boss Rush 2. We'll check out Accurate B. And Shell B. I gotta get some sleep. It's like 7 o'clock in the morning. I haven't had any sleep yet. Anyways, thanks for watching. Laters!